江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はね、私知らなかったんですけれども、日本の話題なんですよね。日本で注射するだけで15キロ痩せる薬が保険適用と聞いて、警告民興味津々。そんな薬があるんですね。はい、それでは見ていきましょう。くーちゃん、お願いします。週1回の注射で体重 15kg を減らす薬が来年アジアで初めて発売される。ウゴービウェゴイーという薬で世界で6番目に日本で発売される。1ヶ月の処方価格が37万5000ウォン約4万2800円。米国の処方費用170万ウォンと比較される金額だ。隣国で相対的に安い価格で発売されるというニュースが伝わると、ウゴービの警告販売時点にも注目が集まる。28日、業界によると、最近多国籍製薬会社のボノディスクは、ウゴービの6番目の発売国が日本だと発表した。発売日は来年2月22日だ。ウゴービのアジア市場初デビューという点で、今回の発表は意味がある。ウゴービは優れた減量効果で、世界中で旋風を巻き起こした。約2000人近い肥満患者を対象に行った臨床試験で、この薬は参加者の体重を 15.3kg 減らした。週1回注射して68週目が過ぎた後の結果だ。患者の平均体重は 105.4 キロだった。68週間後、体重が90キロになった。体重が 15% 以上減少した患者の割合は 47.9% だ。腰回りは平均 114.6 センチから 13.5 センチ減った。これまでウゴービは米国を皮切りにデンマーク、ドイツ、ノルウェー、オランダで発売された。日本が世界で6番目、アジアで初めてウゴービを販売することになった。日本でのウゴービの発売は異例のことだという評価がある。アジアは欧米諸国より肥満人口が相対的に少ない。特に日本は全世界で肥満率が最も低い国の一つだ。さらに、日本人は比較的安い価格でウゴービを利用できる。ノボノディスクは 0.25mg 容量基準で日本での1ヶ月4週間基準の薬価が7504円だと明らかにした。 2.4mg 容量の1ヶ月の価格は4万2960円だ。これは米国のウゴービ薬の価格と比べると大きな差がある。米国でウゴービの1ヶ月間の処方費用は1349ドル、174万6000ウォン約19万円だという。1年間投薬すれば約2100万ウォン、239万円に達する。アメリカは、ね、割引や私保険などは適用していない価格である。家庭の事情が豊かでなければ個人が負担するには大きな金額だ。医薬品の価格は各国の保険制度によって決まる。日本人は保険適用でウゴービの薬価の 30% だけを負担すればいい、うん、米国に比べて安い価格で医薬品の恩恵を受けられる理由だ。隣国の日本でのウゴービ発売のニュースが聞こえ、国内マーケティングの時点にも業界の関心が集まっている。ウゴービは今年4月、食品医薬品安全ところから肥満治療剤として早くから許可を受けた。ただ国内での発売時期はまだ遠いものとみられる。また発売しても国内では肥満薬に保険が適用されないため、日本のように安い価格で利用することは難しいものと予想される。現在、肥満に処方されるサクセンダも健康保険が適用されない。国内発売が遅延する最大の理由は、ウゴービの供給問題のためと分析される。ウゴービの主要成分であるセマグルチドは、世界的に急増した需要のため、慢性的に不足している状態だ。警告のボノディスク側は、ウゴービの警告発売と関連して、できるだけ早く導入できるよう努力すると、短く明らかにした。まあそう。はい。じゃあですね、こちらに対して、警告の反応、見ていきたいと思います。はい。それではね、一人目、こちら。臨床実験参加者の体が平均105キロだったと出ています。もともと、超肥満から15キロ減らした方が、平均成人男女体重から15キロに減らすより、はるかに簡単です。
もし少し太っている方があの注射を受けたからといってドラマチックに15キロ痩せるわけではないので、あまり期待しないでください。そのまま消食して運動してください。体には薬物注入よりずっといいです。422-24。これ健康な人は無理よ。うん、健康な人は無理らしい。あのちゃんと処方箋があったり、あと肥満症とか高血圧、脂質異常症または2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法運動療法を行っても十分な効果が得られず、得られない場合で、なおかつ BMI に規制、あの BMI で、いくつっていうふうにちゃんとラインが設けられてて、まあそういうふうに条件があるみたいですよ、うん、日本ではね。美容目的のダイエット薬なのに、これも健康保険の恩恵をくれと、こじきたちが大騒ぎするのではないか。20-0。69週間なら運動して痩せるよ。12-1。少なめに食べると痩せるのに、それができないの。22-12。少なめに食べても痩せない場合があるんだよ。医療保険適用の絶対反対運動と、夜食で糖をやめただけでも、20kg減る。外科流出禁止。8-0。減らねえよ。私も打ちたい。知らんがな。日本の方が比較的肥満が少ないからかな。わらわら11。いや私も打ちたいっちゃ打ちたいけど。円安だから外国人が行って打ってもいい？ダメです。ダメです。外国人が来たってあれだぞ。全部保険適用外だからね。全額払ってもらうよ。日本に行って打ったら不法なのかな？いや、あの保険を使う、あれだろ？保険を使わないってことだろ？満額払うってことだろ？ああ。保険適用はダメだよ。適用できるわけないじゃん。はい、じゃあですね、こちらチャットの反応いきましょう。はい。そんな薬があるんですって。そう、糖尿病の薬。糖尿病の薬？ダイエット用じゃなく病気治療用じゃない？そんな薬知らんけど、とりあえずこっちみんな、お前ら関係ねえから。そんなに一気に落ちたらやばいぞ。それだったら、もうちょっとニュースにならないか？ライザップやるよりはお得な気がする。どうだろう？だって、これ、1ヶ月4万でしょ？で、今68週つったから1年ちょっとだよね。1年ちょいだよね。40万、50万。いや、ライザップの方が、ライザップもどんぐらいいくかによるけどね。ライザップ1年だったらこっちの薬の方が安いな。肥満外来のお世話になる患者さんようだね。うん。68回も打つの？ 15 キロなら走った方がいいや。少なくとも市販薬ではないね。糖尿病の薬じゃね。糖尿の薬にはすでに食欲を抑える週1のお薬とかあるね。本当に命に危険がある人にしか出さないパターンだろうね。使用基準が相当高く設定されてる。普通は使えない。糖尿病の薬なのにダイエット目的で使われて患者さんに回らないって聞いたけど、それかな。海外の場合かな。今需要が増えて糖尿の薬で足りなくなってるのは全く別のだね。外国人日本目、あいつらうまいことやりよってグギギ。ギャル曽根はうんこしたら2キロ痩せるらしいぞ。ああ、この薬で下げるやつ出てくる。未来しか見えんわ、わら。日本の保険使うなよ。そもそも日本に来るな。日本の保険証持ってるやつから借りるんだよ。ダメだってだから。今ほら、マイナンバーになりつつあるから、ダメですよ。その前に処方箋が出ないんだけど大丈夫かい？目的が違う、どうしても痩せれない人向け。タンフル食いすぎて太ったんだろ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。